こんにちは、クラフトバンドチャンネルの夏倉です。今回はひしがかり編みの編み方を紹介したいと思います。ひしがかり編みの編み始めと編み終わりを紹介していますので、どうぞご覧ください。編み紐を真ん中の横紐の真ん中の紐にボンドで貼り付け、この2本幅の紐は隣のその隣の縦紐の裏に貼り付けました。後ろから見るとこんな感じになっています。上の紐から編みます。上の紐を右下に、右斜め下に持ってきて、隣のこの貼り付けた紐の隣の縦紐の後ろに巻きつけます。巻きつけたら、その左側、縦紐の左側から紐を出します。出したら、この紐の下をくぐらせて、紐をクロスさせます。次に、下の紐を右上に持ってきて、縦紐に巻きつけます。巻きつけたら、このクロスしている部分、赤い紐とクロスしている部分を入れ替えます。入れ替えるとこの4箇所の部分がいげた模様になっています。次にこの細い2本をこの太い編み紐の後ろで一辺に持ちます。後ろで一辺に2本を持ったら、隣の縦紐にその2本を引っ掛けます。縦紐にこの2本だけを引っ掛けて、編み紐はずっと外側にある状態になっています。ひしがかり編み2コマ目を編んでいきます。上にある紐を右斜め下に下ろして、この縦紐に巻きつけます。左側、縦紐の左側からその紐の一部を出して、引っ張って出します。紐を出したら、次に右上に持ってきたいのですが、まずこの先端をここの下をくぐらせてから右上に持っていきます。下をくぐらせてから右上に持ってきます。軽く引き締めます。引き締めたら、次は下の紐です。下の紐を右上に持ってきます。右上に持ってきたら、その紐を後ろに、縦紐の後ろに回して、手前に出し、後ろの右下に下ろします。右下に下ろしたら、この赤い紐と青い紐を入れ替えます。赤い紐と青い紐を入れ替えて、中心の部分がいげた模様になりました。これを繰り返していきます。太い編み紐の後ろに2本同時にかがり紐を
持ってきて、この2本の紐を隣の縦紐に引っ掛けます。隣の縦紐に引っ掛けます。引っ掛けたら2本を表に出してかがり紐を編んでいきます。細い2本幅の紐なので紐がねじれないように気をつけて編んでいきます。一周編めました。最後の縁の処理をしていきたいと思います。その前に長い編み紐を1センチののりしろの部分を残してカットします。貼り付けたら最後の1コマを同じように編んでいきます。最後の1コマを編んだら残りの紐を後ろに回します。後ろに持ってきて、内側はこのようになっています。内側の部分、最初の始まりの部分のところで紐をカットして、ここにボンドで重ねて貼って一周を終わらせます。これで1段編むことができました。1段目が編み終わったら、次に2段目をひしがかり編み編んでいきたいのですが、今度この模様が、ひしがかりの模様がこの右上のここの縦紐にひしがかりの模様を作りたいと思います。ひしがかりの模様を作りたい部分の1、2、左に1個、2個、2本目の縦紐に太めの編み紐、今回は8本幅の編み紐の先端をボンドで固定していきます。留めるときはここにさらに2本幅の編み紐が通るぐらいの隙間を開けて留めます。ここにこうちょうど2本幅の隙間が入るので、その位置にボンドで縦紐に編み紐をくっつけます。次に細いかがり紐を貼る位置ですが、編みたいひしがかりの模様のすぐ左隣の縦紐の裏に2本細い2本幅の紐を貼り付けます。この縦紐に1本、2本、裏側にこのように貼り付けて、1段目と同じようにここの部分に編んでいきたいと思います。作りたいひし形模様の編み目のすぐ隣の裏側に細い紐を、かがり紐を縦紐の裏に貼り付けてスタートします。編み方は1段目のひしがかりの編み方と同じです。今回のひしがかり編みの編み方はいかがでしたでしょうか。このかごはひしがかり編みを2段編んでいます。もしこのかごのサイズ表などをお知りになりたい方はコメント欄にリクエストしていただけると嬉しいです。コメントお待ちしております。いいねボタンやチャンネル登録をしていただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。